子供だってつらいよ。さすがにあって思って取りに行こうとしたんだけど、なぜか部屋から出られなくなってさ。守は出られなくなったの？俺と軒下と早見は部屋から出たら文句への世界に迷い込んじゃって、って何言ってるか分かんないよね。ああ、いや、全部見てたよ。お前らがプレイしてるゲーム画面も、ゲームの中に入ったお前らの様子も、テレビに全部映ってたからな。え？全部？テレビに？お前らバグでストーリーすっ飛ばしすぎ。あ、やっぱり？まああとは俺に任せろって。ずいぶん待たせちまったな、文句やつ。今クリアしてやるよ。うわ、渡部。うわあ。渡部、おい、渡部。渡部くん、渡部くん。軒下、早見。渡部、気がついたか。よかった。二人とも無事だったんだ。今までどこにいたの？ああ、俺はデーマスにやられた後、気がついたら何にもない岩だらけの空間にいて、ひたすらさまよってた。何もない岩だらけの空間？私も同じ。どうしようかと思っていたら、突然扉が現れてここに。あの空間はゲームデータの一時保管場所みたいなものなのかな。渡部も同じだったのか。ああ、俺は。え？じゃあここは守がプレイしてるゲームの中の世界ってことなのか。五十嵐くんがプレイしてるってどういうこと？お前ら準備はいいか？五十嵐くん？お、守の声だ。うん、頼んだ、守。すっげー、会話ができるのか。よし、じゃあ出発だ。スノーボムか。いつもこいつにやられてたんだよな。でも知らなかったぜ、こいつに大団員が効くなんて。大団員。おお、さすが持ち主、大団員が弱点で知ってたんだな。あ、おお、足りめえよ。早めに感謝だな。パート2へ続く。